トーチウッド人類不滅の日は、イギリスの SF ドラマ、秘密情報部トーチウッドの第4シリーズ。BBC が制作した第3シリーズまでと対照的に、本作は BBC カムリー・ウェールズと BBC ワールドワイド及びアメリカ合衆国の放送局スターズが共同制作しており、イギリスとアメリカの合作となっている。アメリカでは2011年7月8日から、 イギリスでは2011年7月14日から放送が開始された。全10話。人類不滅の日の主題は、突如として全人類が強制的に不死となる状況で、急激な人口増加を取り巻く、社会的混乱と、急激な法整備である。数多くのアメリカ人キャストとゲスト俳優が撮影に参加したことに加え、ラッセル・ T ・デイビスがアメリカ人、 テレビ作家を募集し、J.N. エスペンソン、ジョン・シバン、ドリス・イーガンなどが参加した。デイビスを筆頭脚本家とし、イギリスの脚本家、ジョン・フェイも脚本に携わった。制作は、部分的に、トランスアトランティック・ラインズに沿って分かれており、合衆国側では、ケリー・マナーズ、イギリス側では、ブライアン・ミンチンが制作した。撮影の大部分は合衆国カリフォルニア州の、 ロサンゼルスで行われ、ウェールズでも追加の撮影が2週間行われた。関連するトーチウッド、ウェブオブライズという大のウェブシリーズが本作に関連してスターズのウェブページ上で公開された。世界中の人間が突如として不死身になる異常現象が発生。不死身といえど、ジャック・ハークネスのような再生能力が備わっているわけではなく、致命傷を負った人間や、 富士の病に罹患している人間は永久に、その苦痛を味わいながら生き続けなくてはならなくなる。加速する人口増加の中で、食料は枯渇し医療崩壊も起こり、社会は崩壊の一途をたどる。合衆国の中央情報局は、異常現象発生時にトーチウッドと呼ばれる組織が、現象に関与していることをつかみ、トーチウッドメンバーの生き残りであるジャックとグウェン・クーパーを、 カーディフで確保して参考人として合衆国へ連行する。CIA のレックス・マセソンとエスター・ドラモンドは原因を調査していたジャックとグウェンと協力して新生ト治チウッドを設立し、製薬会社ファイコープが人類の不死身化という奇跡を1年以上前から知っていたことが明らかになる。その頃世間では死の代わりにカテゴリー1から3という命の分類が始まり、 カテゴリー1該当者の生きたままの焼却処分が開始される。やがて、ファイコープの調査から、奇跡を操る黒幕である3家族の存在が明るみに出る。3家族はかつて、ジャックの恋人アンジェロ・コラ・サントによりもたらされた、ジャックの血液から不死身になる方法を編み出し、ファイコープ名義で、上海とブエノスアイレスの土地を購入していた。上海とブエノスアイレスは、 対処地の関係にあり、地球中心を貫くように伸びる祝福と呼ばれる未知の構造を利用し、3家族はジャックの血液を利用して全人類に奇跡をもたらしていたのであった。奇跡の象徴として崇められていた合間殺人犯、オズワルド・デーンズを仲間に加えたトーチウッドと CIA は祝福を使って世界に死を呼び戻すことに成功する。 ガードナーとデイビスは執筆スタッフと共に4週間をかけ全体のストーリーを書き上げた。各エピソードの脚本家はその後テーマや登場人物に特定の関心を反映したそれらのエピソードを書いた。脚本チームは最初のシーンが撮影される前に各エピソードを修正することを選択した。脚本家のジェイン・エスペンソンはこれによりシリーズがより密な感覚と 全体的な連続性を得られると感じた。チルドレン・オブ・アースと人類不滅の日を執筆したデイビスはこの形式がより野心的で知的であると感じ、第2シリーズまでのような週に一度それぞれ地球外生命体が登場する以前の形式に戻ることはないだろうと主張した。第4シリーズは番組のリブートでかつ合衆国のフォックス放送で放送されると噂されていたが、 公式に共同制作として告知されたのは、スターズであった。秘密情報部トーチウッドの制作者かつ、エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ティー・デイビスはリブートで、あることを否定し、単に国を移るだけであると主張した。タイトルは、トーチウッド、ザニューワールドと報じられたが、後にトーチウッド、ミラクル・デイに変更され、ザニューワールドは、第1話のエピソードタイトルになった。 第2エグゼクティブプロデューサーのジュリー・ガードナーは新シリーズが新規視聴者を迎えるための用意が整っていると述べた。脚本家のジェイン・エス・スペンソンはシリーズがイギリス版から地続きであることを強調した。人類不滅の日には3人の主要キャストが再出演した。ジョン・バローマンとイブ・マイルズ及び海洋園である。密情報部トーチウッドの主要キャスト3人が 本作に復帰しており、ジョン・バローマンは、ジャック・ハークネス役、イブ・マイルズが、グエン・クーパー、カイ・オーウェーンが、リース・ウィリアムズ役で出演した。ジャックは、ドクター・フー・第一シリーズ、空っぽの少年で、初登場した後カーディフのトーチウッド機関に、所属していたが、チルドレン・オブ・アースで、トーチウッドは壊滅し、ジャックは恋人ヤントと戸を失って、地球を去った。本作では彼は、 トーチウッドとグエン・クーパーへの愛を理解して地球へ帰還する。グウェンは、チルドレン・オブ・アースで、リースとの子を妊娠しており、トーチウッド観落後に出産し、3人で静かな暮らしを送っていた。他に再登場した登場人物には、グウェンの元同僚で巡査部長に昇進したアンリー、リビソン、グウェンの父、ゲライント・クーパーと母、メアリー・クーパーがいる。メキ・ファイファーは、 レックスマセソン役で番組に加わった。レックスは他の職員から一目置かれた手腕を持つ CIA の捜査官であり、ジャックやグウェンと手を組んで奇跡の謎を解こうとする。また彼と手を結ぶ登場人物にはエスター・ドラモンドとジョイ・ベラ・フアレスがいる。ビル・プルマンは奇跡に乗じてセリブの地位についた死刑囚オズワルド・デーンズをローレン・アンブローズは オズワルドやファイコープを利用して乗し上がろうとする悪女、ジリー・キッチンジャーを演じた。ゲスト出演者には、レナ・カー、ティッチェン、ラッチマン、ウェイン・ナイト、アーニー・ハドソン、シートーマス・ハウェル、ジョン・デランシー、ナナ・ビジターとディロン・ケーシーがいる。配役は、最終的なプレスリリースとは異なっていた。プルマンとハビンスの演じるキャラクターの名前はもともと、 オズワルド・ジョーンズとエスターカッシュで、レックスは白人男優が、エスターは非白人女優が演じる予定であった。ワントリーヒルのチャド・マイケル・マーレーと、ドールハウスのエンベア女外も、レックス役のオーディションを受けていた。グリークときめき、キャンパスライフの出演者、アンバー・スティーブンスも、エスター役のオーディションを受けていた。制作の途中では、 第2シリーズでキャプテンジョン・ハート役を演じたジェームズ・マースターズも再出演への強い興味を示した。ウェールズの古い住宅ウェールズでのロケ地にはカーディフ空港やロッシーリー1の古い別荘がある。2011年2月1日にはカーディフ1のコールエクスチェンジに戻って撮影が行われた。コールエクスチェンジが最後に撮影に用いられたのは チルドレン・オブ・アースでのジョン・フロビシャーのオフィスのシーンであった。グウェンが店に車で突っ込むシーンには、ツウォンジーの薬局が使用された。第4シリーズの音楽は、秘密情報部トージウッドと、ドクター・フーの作曲家マレー・ゴールドとそのアシスタント、作曲家、スチュ・ケネディが作曲した。テーザートレーラーは2011年4月1日に公開され、午後10時36分に、 地球で最後の死が記録されたという文言の後に巨大な爆発が起こる様子が描写され、ルーリードによる歌、パーフェクトデーが音楽として採用された。先に公開された広告ポスターにも爆弾のモチーフが使用された。俳優ジョン・バローマンとビル・プルマンは、エグゼクティブプロデューサーのジュリー・ガードナーと共に、カンザス州で開催された2011年2部イベントに出席して、 第4シリーズの宣伝を行った。新シリーズについて、ガードナーは、秘密情報部トーチウッドがウェールズを世界に発信しつつ、英国ドラマの最高の部分を残して合衆国での制作の価値を獲得していると主張し、バローマンは合衆国での共同制作により、シリーズがより大規模で良いものになると述べた。登場人物紹介を伴う、 第4シリーズのキャストの広告写真は2011年5月に公開された。また、ジャックとグウェンは2011年7月9日から15日にかけてラジオタイムズの表紙を同じ週に t v サテライトウィークの表紙を飾った。2011年7月7日にはスターズがシリーズの宣伝として劇中に登場した集団マーチ・オブ・ザ・ソウルレスを結成した。 人類不滅の日は、合衆国では2011年7月8日に、スターズで、カナダでは2011年7月9日に、スペースで、オーストラリアでも7月9日に、ユークトブオーストラリアで初放送された。イギリスでは2011年7月14日に、BBC1 で初めて放送された。2011年7月19日には、ネットワーク店オーストラリアの 無料放送デジタルオンリーチャンネルであるイレブンに買収されたことが発表されたが2012年11月23日現在では放送されていない。日本ではワウワウプライムにて2012年7月13日から毎週金曜日に吹き替え版が7月16日から毎週月曜日に字幕版が放送された。2013年2月8日には角川からトーチウッド ミラクルデーという題で DVD が発売された。ディスク1枚につき2話ずつ収録された5枚組で、メイキングなどの特典映像はない。アメリカとイギリスの放送では異なるバージョンが行われた。ジェーン・エスペンソンによると、唯一の違いは、イギリス版の第3話で10秒と第6話で3秒がカットされている点であるが、第3話の実際のカットは30秒であった。 イギリス版第3話では、ジャックと男性はアーテンダーの性行為の場面がカットされ、BBC はカットがストーリーに影響することはないと声明を出したが、バローマンは当該シーンが脈絡のないものではなく、ストーリー上の意義のあるものであると主張した。アメリカ人批評家のレビューは賛否両論であった。ニューヨークタイムズは番組が衰えていると主張し、 ロサンゼルスタイムズも内容が繰り返されている点を批判した。ガーディアンの批評家、ダン・マーティンは当初シリーズに肯定的な反応を示し、後に批判的になった。マーティンは冒頭で期待感をそそられたと主張しつつ、チルドレン・オブ・アースのようなご無作が良かったのではないかと述べた。彼は批判点として、ジャックの役割が少ないこと、 オズワルド・デイエンズの物語の方向性が曖昧であること、地球外生命体が登場しないこと、レックスとエスターが掘り下げられなかったこと、奇跡の解決に何週間も費やしたことなどを挙げた。ただし彼は、大西洋を横断した制作について、デイビスを称賛し、人類不滅の日は、シリーズ初の試みとして見るのが最善であろうと、主張し、カルト的な英国の番組を取り上げて、 現金注入と世界の視聴者のためのプラットフォームを与えることは勇敢な動きだと認めた。シーズンフィナーレの後、マーティンは、チルドレーン・オブ・アースの結末が物語を総括できていた一方で、人類不滅の日がクリフハンガーで終わったことを指摘し、デイビスが秘密情報部統治ウッドをこれ以降も継続する、確証がないことから奇妙に感じたという。 イオ Q のキャサリン・ジェーン・アンダースは人類不滅の日とドクター・フーの連続性を懸念した。人類不滅の日では少なくとも2011年3月から5月の世界的な破滅現象が描かれたため、同じく2011年を舞台とするスティーブン・モファットが制作葬式についたドクター・フー第6シリーズのコンパニオンであるエーミー・ポンドとローリー・ウィリアムズが出来事に 全く言及していないことや世界的異常現象の痕跡が残っていないことは本来不自然である。アンダースは過去に秘密情報部トーチウッドとドクター風が常に固い連続性で結ばれているとコメントしていた。ありがとうございます。